はいどうも皆さんこんにちは、ピョキングです。今日はですねストーリーモードを進めていくんですが、アバターをね手に入れるためにこのストーリーモードをねやってると言っても過言ではないんですけど、それじゃあ早速ストーリーモードの続きやっていきましょう。このキノピオがなんかブルブル震えてるけど寒いのかキノピオ、受付キノピオどうした。マリオさんサンキューです。あ、緊急ですか緊急です。大きな声ではあれなので、これをキノピオ全員連れ戻せ。私見たんです、親方がアフタヌーンティーをしている間に作業員が全員さらわれた。親方が気づいてないうちに作業員を連れ戻してください。キノピオを5人連れてゴールか。え、どんな感じなんだろう。キノピオをすべて5人引き連れたままゴール、どんな感じなんだろう。とりあえずキノピオを探せばいいんでしょう。さてキノピオどこにいる。うわ、なんか難しそうだなこのステージ。よし、キノコは、キノコはいるけど、キノピオ1匹見つけたわ。とりあえず右に行ってみよう。で上に上がる、そして左で、あ、これで1人っていう感じかな。なるほど、そんなに難しくなさそうだね。じゃあよし、それじゃあ次は上に行こうか。ここは走ってファイヤーバーをくぐり抜ける。このミニファイヤーバーもねタイミングさえ合えば走っていけるか。 OK で2人目可愛くないこのキノピオ。みんなでバトルでもこのキノピオを操作したいな。あぶね、おし、ナイスブレーキ。そしてこのファイヤーを避けていく。そして一応お金も取っておくか。そろそろね城も完成する頃だから、お金もねたくさんねちょっと集めていきましょう。で次下で左のブロックが壊れるでしょ。でこのまま上に行くか。よし OK。 あと1匹どこにいるんだろう。キノピオが可愛い。見てほら、パッてこっち向いてる。可愛くないこれ。ほらこれは可愛いな。よし、あと1匹、あと1匹はどこにいる。あと1匹はどこだどこだどこだ。あ、こっちか。オッケーオッケーオッケー。でこれで5人っていうことね。オッケー。さて5人揃ったことだし、みんな左を向くんだ右かマリオもこっち向いたらいいんだけど、めっちゃ可愛い。なんだこれ。よし、それじゃあ渡っていこう。あ、待って、危ない。え、あ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。キノピオたち当たるのか。そっかそっか、オッケーオッケーオッケー。ちょっと緑、緑こっちに来るんだ。よし、オッケー。そしてマリオもチビになったことだし、一旦こっち向いておくよし、それじゃあゴールしましょう。あー、やばい、これはバブルに当たらなかったらいいけど。よし、オッケー。で次上行く。これはキノコじゃないのか。で落ちる。よし、慎重に行こうか。ここで死ぬのは嫌だな。オッケーオッケー。そしてうお、カメックいる、待ってくれ。よし、コインだけ取ってゴールしよう。オッケー。159枚も集めたな。かわいい、マジでキノピオかわいいこれで全員取り戻したでしょう。キノピオたちを助けた。え、どこ行ってたんだ。完成しました。作業員が帰ってきたみたいですね。トイレにしては長すぎ。それはさておき、ご注文の東の館の屋根できました。完璧なお城、マリオさん歴史的瞬間を目の当たりにしてますよ。新しく作れるものが増えた。なるほど、ここでステンドグラスね。あのピーチの顔があったやつだよね。それじゃあどんどんお願いを叶えてお金を貯めていきましょう。パタメットを乗り継いで難しさ4ってあるね。
ちょっとしてみたいけど、先にアバターが欲しいんだよね。だからそのアバターがどのお願いをクリアすることによって手に入るか一旦調べてみます。今調べたんですけど、今のところね、アバターが手に入るコースはまだ出てないみたいでした。っていうことで、61番の地の底を目指してからやっていきましょう。残機5か、5期以内に地の底を目指していけばいいんでしょう。地の底か、奈落の底みたいな感じ。地の底って言ったらずっと地下を目指していけばいいのかな。地の底っていう感じはしないな。よし、あとね、コインを集めていこっか。あとこのチョロプーみたいな感じの やつも倒していかなきゃ。絶対来るもんね、こっちに。いや、その点に関してはこのファイヤーボールがあってくれてすげえ助かるわ。よし、このまま2個落としでいこう。2個落としでダブル落としでいこう。で、走る、オッケー。で、チョロプーを倒す。危ない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 。よし、オッケー。危な。で、クリボーも倒す。オッケー。あの30コイン欲しいな。左から行くか。で、2個落としで行こう。よし、待って、上げないで。俺を上げないで。待って、あの風結構邪魔だぞ。よし、オッケー。あの風より早く、早く下に行ってくれ、マリオ。オッケー。上がっちゃったよ、ダメじゃん。よし、先に30コイン取るか。あれ、これどうやって取るんだ。え、なんだこれ。え、わかんないんだけど。え、わかんないわかんない。え、ありゃ、これどうやって取るんだろう。亀の甲羅とかあるのかな。ちょ、待って、とりあえずコイン。うわ、びっくりした。え、マジビビった。チョロプーかなんかをあそこまで持ってこなきゃいけないのかな。てか時間がないな。時間あるの、これ。あるのは知ってるよ、マリオに。でも時間が少ないとは分からなかったけど。よし、オッケー。そしてオッケー、10コインは取っておこう。取れるものの、取れるもののお金は取っておこう。うおー、ちょっと待ってくれ。上がりすぎ。ちょっと待ってね、あの風が危ないな。よし、オッケー。あー、で、10コインゲット。よし、オッケー。これでゴールかな。よし、ゴール。2000コインまでだいぶ遠いな。まあでも2000コインつってもあと600コインか。3つか4つぐらいすると多分集まると思うんですよね。まあでも1つのコースに対して200コインも集まらないからな。よし、キノコ取ってく。あとね、コインもね、しっかり取っていきましょう。で、あー、この子嫌い、俺この子嫌いだ。よし、箱で倒せるのかな。来るんだ、おりゃ。あー、待って。箱で倒せるのかな。ちょっと倒せなかったら嫌だから、ちょっと無視しておこっか。 OK、 この辺で別の場所から狙ってみるか。亀の甲羅があれば完璧なんだけど、絶対倒せるんだけどね。 OK、まあでもコース自体はそんなに落ちる感じではないから簡単にね、いけると思います。ファイヤーがあるじゃん、ファイヤーが。なんだここ、怪しくね。怪しいけど何もなかったね。で、次は、待って、こいつはまずい。待って、うわっ、ちょっとビビった。今めっちゃビビった。で、鍵穴に入る。で、スターを取る。オッケー。おれー、倒してやるぜ。ざまあねえな、いつも食べてばっかりで。いつもね、食べられてばっかりだけど、スターがあればやっぱ無敵だな。で、コインを全部回収して上に行く。そして次は、そろそろね、もうゴールだと思うんですよね。で、コインをきっちり回収していく。オッケー。で、左下にね、このフグが。うおー、飛ぶのか。びっくりした。なんか羽が生えてるからなんかあると思ったけど。よいしょ、もう一丁。オッケー、コインを取る。
しきっちりねコイン取っていきましょう。あの30コイン欲しいな。よし、30コインどうやって取るんだ。こっから行くのか。もう一回のフグ現れないかな。大丈夫。よし、早く行こう、早く行こう。オッケー、よし、これでも大丈夫でしょう。で、てっぺんを取っていく。これで132コインで、ボーナス分が100コインぐらい、150コインだったっけな、あるでしょう。150コインか。お、280コインももらえたぞ。それじゃあ次63番か。打って切り替え、オンオフスイッチ。とりあえずオンオフしまくればいいっていう感じのコースだと思うんだけど、制作者面白かったよね。熱いアナウンサーだっていい名前してんな、制作者さんよ。よし、これは上のコインも取ってこ。あ、キノコ欲しいね。キノコはぜひ欲しいな。で、打つで、あ、待って、危ない危ない。あー、よかった、死んだかと思った。で、ジャンプ。で、このハンマーブロスを倒していく。もう一丁。お、避けたね、よく避けたね、今神がかった避け方だったぞ。ちょっと待って待って待って、よし、早くハンマーブロス。あー、ちょっと待って、あー、ちょっと待って、やばいやばいやばい。あ、嘘、ちょっと待って、これまずくない、これ俺積んだんだけどで、さっきのところまで来たはいいんだけど、この羽の生えたハンマーブロスを初めて見るな。これは、あ、叩けばいいのね。で、そしてこの中間ポイント取ってく。てか攻撃してくんの今見た、キノコ乗ってたやつ、これクッパクラウンジュニア攻撃してきたよね。そんなんしてくるんだ。お、早くなったぞスクロールが。で、上も攻撃してく。オンオフをしっかり叩いていきましょう。 OK。 そして次はここだな。やばい、クッパか誰かいるな、クッパか誰かいる。で、俺もファイヤーボールを取ってパワーアップ。 OK。 ぜひ倒しておきたいな、このクッパ。うお、強い、ちょっと待って、強い強い、ちょっと待ってくれ、飛ばないでくれ。よし、これオンオフしたらどうなるんだろう。よし、先クッパ倒した方が良さそうだぞ。オッケー、あ、ゴールなんだ、ゴールしよう。クッパごめんよ、クッパゴールしておくわ。これで200コインね。あと1回お願いをクリアすると2000コイン以上なるね。高速スネークブロックはどこまでも。うわ、楽しそうだな。一人でね、スネークブロックは意外と好きなんだよね。みんなでバトルのスネークブロックはほんとはちゃめちゃになるからあんまり好きじゃないけどよし、それじゃあスネークブロック乗っていきましょう。早いな、確かに結構早いぞこれ。よし、オッケー。で、ここもジャンプして渡る。で、次もジャンプか。オッケー。で、階段風になってて、これはちくわブロックに渡っていってスネークブロックを待てばいいのか。 OK。 そしてここのスネークブロックで選手交代、リレーだな、スネークブロックのリレーだな。 OK。 そしてこれ上は、お、コインを取りまくろう。待ってる間に、スネークブロック待ってる間にコインを取りまくろう。まあずっとこんな感じだったらそんなに難易度は高くないな。 OK。 中間ポイントもゲットして土管に入る。そして、そしてスネークブロック2つ動かすか。あ、3つだ、3つ動かして、ちっちゃいな、ちっちゃいちっちゃい。よし、10コインも取っておくいや、当たるとは思わなかったな、ボンミスだ。 OK。 で、ここで下に行くか。で、ジャンプ。お、ここも中間ポイントある。で、キノコももらう。そしてまたスネークブロック。いや、いいね、スネークブロックのステージも楽しいな。 OK。 とりあえずこの辺で待機しておこうか。まあ当たったけどちょっと気にしないで当たったけど気にしないでおきましょう。そして OK。 あ、待って、危ない。あー、よかった。
ップドロップとかするから。オッケー。あ、上なんかあったのかな、もしかしたら。いや、なんかありえるぞ。30コインとかどっかあったかもしれないね、上に。よし、これで2000コイン貯まりました。ステンドグラスを作りに行くか。ステンドグラス、ラストコール、ステンドグラス作っちゃってください。工事スタート。お、個々のお願いも叶えなくちゃいけない。ステンドグラスの工事始まりました。それじゃあどんどんお願いを叶えて工事を進めていきましょう。新しいお願いは発見です。お、なんかあるかな、新しいお願い。新しいお願いで90件まで出たね。どんどんね、難しさが星4のステージがねちょいちょい出てきてる。それじゃあ今日ラストのお願い、どんどん進め、赤パウブロックをやっていきましょう。一応ね、難しさ星で言えばレベル1だからそんなに難しくはないと思うんですよね。お、キノコもくれる。なんだこれ。あ、こうやってパウブロックを壊していけばいいのか。なんかこういうコースって世界のコースのストレス発散コースでも意外とあったりするよね。 OK。 いや、気持ちいい。おっ、あれは無理だ、取るの。よし、上に行ったら何かあるのかな。土管に入ると、あ、左にパウブロックがあって、 OKOKOK、 10コインもらいましょう。でもさ、最後のステンドグラスを作ってるからこれ以上お金集めても意味あるのかな。まあそこはあまり気にせず行くか。そしてあのキノコはパウブロックで壊して取っておくか。 OK。で、コインを取っておく。これも、黄色のびっくりマークのブロックもパワーブロックを当てればいいのかな。 OK。 待って、閉じ込められた。なるほど、上から当てるのか。こっちから当てたらダメなんだ。このパワーブロックをこっから投げればいいのね。 OK。 そしてこの土管からもパワーブロックが出るから投げる。そして渡って、これ楽しいね。あ、楽しい、このステージ。あれ、これはどうやって取るんだ。なるほど、この10コインは下からパワーブロックを投げれば取れるのかな。 OKOK。 ここものパワー上でゴールしますか。 OK。よし、これでね、ステンドグラスが1個、あと4つでね、多分だけどピーチの絵のついたステンドグラスが完成すると思います。それじゃあ今日のストーリーモード、この辺で終わりたいと思います。それじゃあまたね。